私たち組んで、なんとだけ多分3年ぐらい、2年半ね、コロナが始まってからのユニットなのでね、なかなかこちらにもずっとまた来てねっていうお声もかけていただいたり、行きたいなっていう気持ちもあったんですけど、本当に来れなくてね、やっとこうやって皆さんにお会いできるようになって嬉しいですね。これでコロナもね、どんどん収まっていってくれるといいんですけどね、なかなかということで、私たちね、そう組んでそんだけ、私が半田市なんですけども、半田の下町の心さんっていうところで出会いまして、今日私たちのマネージャーとして下町の方ダディも来てくれて、下町で生まれたユニットなの で私が初浜松なので、心配で心配で大丈夫かと、まずここまであなたは来れるのと。で、彼女もさっき言った通り、あまり遠くに運転したことないからすごい心配するんですね。で、心配があまり前乗りして私を拾ってここまで今日来させていただいたんですけども、そんな中でね、出会って2人で HZ トリオっていう3ピースの曲を2人で2台ピアノのアレンジに変えて弾いてます。で、たまにここからリズムが出るので、ベース音とかも打ち込んでるんじゃないって言われる時がたまにあるんですけど、リズム以外は全部自分たちで弾いているので、たまにはそういうことも言っとこうかなと。そんなにズルはしてませんズルじゃないけど、こだわりね、自分たちで 音を出すことがね。で、そんな中で次の曲も夢と希望のパレードという HZ トリオの曲で、マカロンで有名なピエール・エルメ・パリのとのタイアップの曲で、とっても明るくて可愛らしい曲です。あ、最後の曲ですありがとうございます。楽しい気持ちになって、後で空を覚えておいてください。またごチャンスがあれば楽しみに、お誘いください。ありがとうございますよろしくお願いします。レスロでした